続いいいててて愛知県の攻略手順についてお話をしていきますここでいう攻略手順というのは、まあ、攻略の定石とも言いまして、まあ、今までいろんな企業がいろんなこう手順で攻略をしてきたんですが、まあ、成功するやり方をこの定跡というふうに呼んでいます。でその場合例えば今愛知県のお話してますが愛知の一位の企業がさらに 2位との差を広げていったやり方と愛知で苦戦している2位以下の企業が1位を目指して成功するやり方というのはだいたい違うことが多いんですがご覧いただくとおり愛知の場合には強者の場合と弱者の場合の手順が異なります。まず最初にに苦戦しているる企業が1位になるための 手順についてお話をしていきたいと思いますで、その番号でだいたい分かっていただけると思いますしまあ、次のページがこういう手順ですねまあ、これちょっと両方見ながらお話聞いていただければなと思いますで、最初にまず弱者のお話からしていきますが最初の決断は終わり側から逆転を果たしていくべきなのか三河側から やるべきなのかという部分がありますが当然のことながらこれは大市場の終わり側を最初にやってで勝てる企業であればまあもうとっくの前に1位になっているというふうに言っていいもので第一ステップは三河からの逆転というのが定石になります。 ちょっと地図の方を見ていただいた方がいいかなと思いますので動かしましたでまず三河の方でどうして成功するのかということですが結局愛知県で負けている企業は市場の大きい終わり側で負けているのが敗因なんですね当然その中でも一番大きな市場が名古屋を中心とした名古屋エリアです ということは苦戦している企業は名古屋の影響力の弱いところから逆転を果たしていくしかない距離的にやっぱり三河の方が離れているということは当然ですしその中でも東三河と西三河は先ほど細分化でもご覧いただいたとおり点の要素を持っているのは東三河そして東三河は どちらかっていうと名古屋の方ももちろん向いてるんですけれども浜松の方にも目を向けているこういう地域ですからもうここから逆転を果たしていくしかないというのがまあ結果的に最初に三河を逆転をするしかないということにつながってきます。最初に上陸するべき地域ははは豊川ででこここ三河の国府国の国国中心だったところであり江戸時代は え大きな宿場町でしたさらに豊川稲荷というのがありますように、えー、豊川稲荷の鳥居前町としての発展をしてきたところで、えー、ここのまず逆転をして続いて、えー、まあこの中心東三河の中心である豊橋ここはまあ戦略的重要拠点でもあるんですが、えー、この豊橋はまあ城下町の歴史と 宿場町の歴史を持っていて先ほど来からお話しているように特に浜松との関係が強い、まあ、昔はあの姫街道というののがががああってそこのつながりがありました、えー、当然その後と東名ができてさらにまあ関係が強化してきたところですがこの豊橋というのは結構おっとりしたお客さんが多いところであんまりこう戦いの意識競争の意識っていうのがあんま強くない ところでもあります。どちらかというと共存共栄というような発想の経営者が多いところですが、まトヨタを抑えることができれば周辺の俵市ここも動いてくれます。あと一つ注意しておかなきゃいけないのが新城というところですが、ここはあの我々ポイント地区と呼んでいます。ポイント地区というのはシェアさが出やすい地域。 戦略的に重要という意味ではないんですがちょっと注意を払っとかなきゃいけない地域という意味で幸せが出やすい一番の理由はやっぱり資格になっているというとうころがありますあと蒲氷ですが蒲氷は岡崎と豊橋の中間に位置するところでまあなじみのお客さんとの取引という非常に保守的な要素の強いところです。まず三河の逆転を弱者はしてください 第2ステップは今度は西三川ですよでこの西三河エリアの重要拠点中心は岡崎でこの岡崎は名古屋の通勤圏でもあるし、まあ、お買い物もまたは通学も名古屋までっていう方は結構いらっしゃるところなんですがここは城下町の歴史を持っているところで非常に打物色が強い。 まあちょっと前のデータになりますが、じゃあお預けしないってタクシー何台あるんだろうか調べたことがありますが、170台しかない。ここは結構大変なところで、まあポイントとしてはクライの高い人が動くこと。まあ城下町は県民性の中でもお話した通り、まあ見栄っ張りのお客さんが多いです。で、日本はやっぱり肩書き社会ですから。 担当営業マンがただ行くのと違ってまあ支店長が自ら行くとかまあ本社の役員がちょっと顔出しするとかっていうのはそれぞれこう意味が違うんです、ね、特に城下町の歴史を持つ地域はそういう部分をすごく評価するというところでもあります。ですからまあやり方としては位の高い人が多少こうバックアップで応援していただく。 もしくはもう地元出身の方を採用してで岡崎をこう動いていただくっていうのが一番まあそしてもう一つ豊田市ここはもう豊田の企業城下町というところで工場都市です。で工場都市っていうのは男性が多いというのが一つと。 価格に非常にシビアになるというのも工業都市の資格資格でもあります。特にあの工業工業従事者のうちのもう70%以上がトヨタかトヨタの関連工場に皆さん勤めているという地域であります。あとちょっと注意するべきところが西尾。ここはの資格になりがちな地域で、昔三河三島という言葉があって。 岡崎と豊橋と西尾は中心地だったんですねで、市朝が出やすいところですからそこだけちょっと注意してチェックをしていただければいいと思います以上で東三河と西三河を逆転したらいよいよ終わり市場終わり地域に入っていくことになります弱者の第一ステップは名南エリア まあ名古屋のの南側の地域ですね、えー、ここを逆転してくださいでまずやるべきところは、えー、安城で安城を攻略すると、えー、高浜とか碧南とかこういうところが攻略しやすくなる続いて刈谷、えー、半田常滑地竜刈谷をやっとくと地流はやりやすくなるし ハンダをやっとくととこなめがやりやすいというまあ、鍵を握るところはカリアとハンダということになります、えー、ここを逆転を徹底してやっていただきあと東海ですね、えー、東海やっとくとチタとかオーブがやりやすくなるというこういうあの特徴を持ちます、えー、これがまず第一段階として逆転しなきゃいけないところ2番目に 名北エリア名古屋の北側のエリア、えー、ここの第一上陸地点はカスガイですカスガイの逆転をしていただいてで重要な拠点はこれ卸拠点でも出てきましたが一宮、えー、この一宮というのは非常に内物色の強いところでもあります、えー、このカスガイと一宮を抑えておくと特にカスガイを抑えることで 犬山小牧瀬戸辺りがすすすごくくややりりやなったりしますこの2つをテコにして明北エリアの逆転をしていただいたら要は最後は名古屋エリア特に名古屋市内ということになります。で、まあ、先ほどお話したところでも、まあ、名古屋は巨大なる田舎というふうに言われてきたという言い方をしましたが。 地方のマーケット地方のテストマーケットというところの意味があって昔大カドーは名古屋については北関東にに非常に似ているね色の好みとかいろんな部分見るとすごく似ている地域だというふうに言ったことがあるんですが、まあ、あのきめ細かい営業展開されている企業用にちょっとお話しししておきますと名古屋市内は基本的に4つに分かれます。 一つが中村中川、えー、それから厚田港ですね。えー、次が北区西区東区中区、それから筑佐区昭和区水北区南区、えー、そして、えー、森山緑明東天白っていう。まあこういうあの、えー、分け方が基本的にできるかと思います。えー、ぜひあの、えー、ちょっと四分割していただいて。 推定でもいいですからどんなシェア構造になっているのかというのをチェックしてみてください特に空の中での注意しなければいけないところが港区中川区の2区ここはシェア差が出やすいポイント地区ですので注意をしてください特に市内の中でもまあ俺のとこは違うぞというこう格上意識を持っているのが 中区でもありますまあ名古屋やとくと周りの地域はもう名古屋グループの地域ですからその辺は目もくれずに基本的にこの中心部の区をきちっと逆転もしていただければいいかと思います、えー、以上が愛知市場の攻略手順で、じゃあ強者の場合はということで強者は まず終わりエリアの強化をまず優先しましょう当然名古屋名北名南ですねで次に三河エリアをさらにシェアアップしましょうまあ言い方変えると終わりエリアを重視しつつ三河に同業他社なんか妙な力を入れていないのか妙な動きをしていないのかということを注意していただければ、まあ、そう簡単に 一位を逆転されることはないですよというふうに言ってもいいかと思います。以上愛知市場の攻略手順についてお話をしました。